はい、田中球児です。今回ですね、クソうざい NA45 にあったので動画化していきました。本当は47の動画だったんですけどね、AK47。さて、やっていきましょうか。ドミネーションクラッシュ。ここはね、AK47 強いと言いたいところだが、みんなアスバレル。アスバレル117、フェネック、MX9、PP19。この5つの武器で今このゲームは占拠されてると言っていい。その占拠されてる現状を、私は、この、変えていきたい !47 で。47という新たな風を起こしていきたい。今お、俺いけるいけるいける、味方いける。これはね、味方の意志を引き継いでスモークタク。オッケー、スモークタクって無理やり、これ無理やり取ったでしょ。この無理やり NA45! なかなかいい武器持ってるじゃない。でも、NA45 一人いるってことは、これ逆に言うと、あれなんだよ。一人取るやつが少ないんだよね。で、多分さ、敵さん今わかる。建物を中心に取りに行くスタイルじゃん。おそらく。ってことは、取れて3人だと思うんだよ。3人しかいないと思うんだよね。この、やって。いや、それが負けるのか !RUS! 珍しい武器を使ってんな。ここまず、待って、上取らない。上取らない。上いるよ、上いるよ。普通に上いる、普通に上いる。ここで甘えてきてくれないか。この先いるぞ。この建物をみんなで取りに行く、その姿勢は大事だが、まず拠点を、まあ、取れてるか、ぶっちゃけどうでもいいんだよ。すいません、N さん N さん N さんレイテック AMR に変わってる。でもこれでも、難しいぞ。ぶっちゃけ勝つ分にはいいんだが、キルレがね、これ悪いんだよ。これ、オッケーやって。いやー、これ見てるぞ。これ見てるぞ。見てるぞ。見てるぞ。見て、あれ、見なかってる。N さん N さん消えた。ここ待ってたら来るんじゃないこれ。はーい見事に引っかかったね。俺のガン待ち力に。で、これ来る、予想してないでしょ。で、これでいいんだよ、これで。これで、ぶっちゃけいいんですよ。なんでかっていうと、捉えなきゃいいだけの話だから、このドミネーションってやつは。ぶっちゃけ、あそこを取られてようが、ね、これでここを取れない。ここをクリアリングしないと、まあ、クリアリングしたところで時間的にもう、ドミネーション、これ相当今回いいぞ。正直。でもね、こういうドミネーションにふさわしい立ち回りをすると、キルレが悪くなるっていう最大の欠点がある。キルレが悪くなると何がまずいか動画投稿がしづらくなる。みんなキルレを見てるからね、ぶっちゃけ。これで、待つ。いや、ここ、無理だよね。建物クリアリングしねえと、拠点は取れねえぞ。拠点は取れねえぞ、俺をクリアリングしねえと。47、こんな古代兵器でお前らをなぜ勝ててるかわかるか。これが47の実の実力じゃ。みんなの古代兵器、二次対戦の武器。これで、あと4発キル。3発キルじゃない。ヘッド含めれば3発キルというね。弱点で、みんなまるで47を使ってないが、実は47にもこんな火力があるんだぞっていうところをね、お見せしていきたいわ。で、これで、アナイアレーターを出して、やっていきたい。これどこだ?この上いるか?ぶっちゃけ NA45 いるってことは、相手もそこまで拠点を取れるわけではないと思うんだよね。これいるっしょ、NA45。いないか。ずっとここら辺維持してるだけで、ぶっちゃけ勝てるんだよね。だってさ、2拠点取ってる側のね、最初に取った側の強みってこれなんだよ、ぶっちゃけ。ここら辺うじうじしてるだけで、相手は結構突っ込まなきゃいけ、ほらね、これで突っ込まなきゃいけないから、結構ね、立ち回りがね、荒くなっていくんだよね。で、俺ぶっちゃけここ拠点取ろうと思ってないもん。拠点を取るよりも、拠点を取られない。それを意識すると、これで、待って、おっきい。今の刀のハントおかしいだろ!これが47、西洋の古代兵器と、ヨーロッパの古代兵器が合わさることによって、最強に見える。普通に通り過ぎてるんだよ、ここら辺。やっぱいるよね。この、N さん !N さんまずいよ、それは !N さんそんな NA45 がいるおかげで、でもね、これは悪い NA45 だわ。というのも、あまりうざくないね。正直ずっと持ってるだけだから、あまりうざい NA45 ではない。こうやって、もうここで顔出さない?これが抜けないか!ここがね、抜けないのがね、弱み!マジでか!スパラをそこから撃ってくる。とんでもない NA45 だな、お前は。お前、本当にその NA45 でいいのか?田中球児の NA4 動画見てほしい。それはね、NA45 ね、ほら、
待ってくれ。待って、拠点取る気なくない相手。相手拠点取る気あるかこれ。あ、あるあるあるやつがいる。一人だけね、めっちゃね、そいつさえ止めれば、オッケー。そいつさえ止めればね、ぶっちゃけいいんだよな。さあ、マジでかわ。このさ、俺負けるのアナイアレーター。おかしいでしょ今の負けるのは、さすがに。そっちこっち側が取るのか、拠点。この SP で負けたときさ、そのキル数に含めないでほしいよな。相手のキル数に含めていいけど。これ、待って、これ。いいよ、これ。ここで、なぜか2人いるか。ま、すいません。これやって、なぜここに2人いるんだ、なぜここに3人いるんだ、みんな B 取れてねえぞ、相手。相手のチーム。待って、ナイスか、川。これやって、でも、いや、別に顔出さなくてよくねえか。これ正直。なんか相手顔出してくれた当たり前みたいになってるけど。やばい NA4 がいるからな、これ1人。ぶっちゃけ待ってりゃよくねえか、これ。だって、俺ら拠点取ってる側だよね。ほら、これやって。それ負けるんだ！ちょっと待ってくれ、拠点を取る気がなさすぎねえか、相手。こいつだけね、こいつはね、すげえ拠点、取る気あるんで、こいつだけなんだよな。こいつの拠点ある気がかわいそうなぐらい。こいつは1人で、ボコられて損するゲームになってるぞ。え、これで、ここら辺うじうじすれば、こいつかわいそすぎねえか。こいつかわいそすぎねえか。ひたすらこいつさ、拠点取らされるからね。NA45、お前も、取ってあげな。お前、そういうことやってるか、俺の NA45 嫌われ、オッケー。こいつほんとかわいそうだな。ちょっとね、彼の立ち回りは、同じ NA45 使いとしてね、正していきたいと思いますわ。NA45 の正しい立ち回りを教えたいと思います。イモることです。これが NA45 の正しい立ち回りという感じですね。彼の立ち回り、と全くまあ同じって同じなんですけど。あのね、ドミネーションリアって言うからいけねえんだよ。あのね、ドミネーションじゃなくてチールスリアリア OK。裏から湧いたか、早くない？裏から湧くの早くない？これ。ということで、はい。あのね、ちなみに、このイモ NA45 の対策は、トロフィーシステムを前に置いてあげるとガチでうざいです。NA45 的には。このトロフィーシステムがあるだけで、あの、打ち合いが、もう裏で湧くの早っつってんだろ、マジで。敵が来てるってことか、これ。まあだからね、NA45 対策はね、後ろから打つとかあるんだけど、あの、ドミネーションの、あの、フラッシュってマップは、それができないんでね。楽しいな、やっぱ。N さんマジで楽しいなこれ。裏から湧いたかわかないか。ま、NA45 対策はあとね、この NA がこうやって待つんだけど、 NA と同じとこずっと見てるだけのプレイヤー多いから、そういうプレイヤーに対して見てる方向から行かないっていうのは正しいわ。この見てる方向から行くとね、マジで NA の思うツボなんで、とりあえず見てる方向から行かない。あとね、スナイパーで対策する。あとこのスモークもうざいね。確かにこういうスモーク焚いてやるのはいいんだけど、まあ、スモーク焚くと、こうやってたら、なんか、もっと、イモリ出す可能性あるか、そこは注意。で、これで、敵はいたな。こっから来るかな。こうやって、同じ方向ひたすら見てるからね、NA45 は。俺一番使ってるの分かるわ。やって、これだよ。N さんは。やっぱ N さん使うと楽しいな。まあ、使えるとほんと不快なのは分かったけど。普段俺使ってる側だから、分かんなかったわ。あんな不快だとは、正直。みんなあんだけそれはうざがるよね、みんな。これうざがるね、確かにね。みんなうざいよ。気持ちはわかるわ。気持ちはわかるけど、やっぱね、この武器ね、やっぱ最高に使うと楽しいんだよな。うざって感じだろうな、これ。やっぱね、チーレスが平和だよ、一番使うの。丸い。チーレスだったら、迷惑かかんないから、味方に。これ壊されたな。はい、引っかかっていいよ、はい。そこ上がってくるんだ。これで、刀でクリアリング。いや、これ下から来ると思うぞ。下いない？はい。楽しすぎねえか、この銃。この銃こんな楽しいってマジ？いや、あの時のやっぱ彼もこんな気持ちだったんだろうな。負けても勝つみたいな。ちょっと今回後ろから来るね。今回ちょっと後ろから来すぎじゃねえか、さすがに。ちょっと怖いんだけど、もう最終形態いきます、これ。これ最終形態、湧いたとこから動かないです、はい。終わったわ。あ、ということでね、NA45 対策が多分伝えたと思う。トロフィー置く、これがマジで一番効く。プラス、覗いてるとこには行かない。あと、後ろをつく。この3つっすね、はい。まあ、この3つを意識して対策すればいいんじゃないですか。まあ、俺相手はやっぱ使わないでほしいですけど。じゃあ、お疲れ様でした。おつ。
ちなみに前半の実はね内容って AK47 のね独自サイトを紹介するっていう内容だったんですけど、あれが独自サイトって気づけた人いますか？